ルナオです。どうも、セルナオです。ウミドです。ミサです。第2回ロメバーサスチームバブの花王。前回俺でやったもんね、1回俺でやっただけでもお二人が勝ったもんな。そうですね。そうそうそう、一応データがあるんや、はい、今回どうですか。いやもうこれはね、もう仕事も一緒にやってるし、プライベートも一緒にいるから、長い時間一緒にいるっていうのはね、まあそれはあの俺の奥さんも言うてない、そう言うしかない、言うてないかもな。ルールは、はい、嫁というのは一人プレイです。チームマブはどっちかが当てたらそれで OK。 よし、キム行くぞ。ただ相談はあ、まあ、してもいいけど、あれ、ね、何かやるとか言うなんです。あ、そういうことだね。はい、はい、というわけでね、やっていきたいと思います。メガネマブよ、フリーダム。なんだそれは。いや、まあ、別に。じゃあ頼みますわ、まこさん。はい、第一問。好きな食べ物は？これはでも、何種類もあるやつ。いや、これはそうなのかな。いや、でもそれは、よく考えて。よく考える？よく考えなあかんの。オッケー。よく考えなあかんの。いや、俺は気を考えて、言ってる、その。さすがにミスさん。俺はもう、一番俺の、ペースにしてる。皆さんから行くか。はいはいはい。回答どうぞ。その日による、かっこ回答日はお茶漬け。は？はいはいはい。なるほど。でもこれ、そう言ってたら天才だと思うじゃん。なるほどね。何食べたいって聞いても、早く食べれるものっていつも言われないけど、好きな食べ物はって聞いても、ちょっとその日によるからわからんって言う。いや、なるほどね。じゃあ、キムデンチーム。はい。できます。せーの。はい。俺はタコ。おぉ。一味唐辛子。あー。なるほどね。あのね、寿司行ったら、まずこれ頼みます。絶対これ頼みます。花輪さんは、そばに大変に一味かけます。だからマジで、4丼ぶりぐらいでもうなくなるよ。25% ぐらい使うねん、中の。花輪さん、そば食べてるんじゃなくて、一味食べるタイプ。いや、マジで。あと、そばあと、サイゼリア行った時は、タバスコめっちゃかけた。えげつないよ。よくわかってるな、お前は。では、回答はこちらです。好きな食べ物は？これはむずいな。でも昨日の自分と今の自分って感じだから、その日の自分次第。うわ、すごっ。すごい。みさちゃん正解でーす。マジかよ。いや、すごいな。今思ったら、あとそばとか好きやなって思い出すねんけど、腹いっぱいの時とかに聞かれたら全然わからなくなる。あと2年前はセブン入れのスパゲティ。ああ、よく2年前ぐらい。まあまあ、でも私やから。はいはいはい。取るね。まあまあでも、寿司とか焼肉とか当たり前やん、そんな。だから絶対日によるから、だから分からんってやってん。もちろんタコ好きやけど、それは好きの範疇を超えないよ。でも好きな食べ物はって聞いてないから、好きな範疇で全然回答していいやろ。同列すぎて選べない。いや、なるほど。あんま聞き方が悪い。ああ、それはあるな。好きな寿司のネタって聞いてくれたら、もうタコでいっていけたんだよ。そうそうそう、そうやね。じゃあ2問目、2人正解やったら 1.5 にしようじゃん。 1.5 だ。おー、オッケーオッケーオッケー、わかった。次の問題。今一番好きなアニメは？おー、いいね。いやー、これむずい。これはこれはむずい。これはむずいよ。しかも待って、さ、アニメとかわからんものタイプ。いや、わからんけど、いや、会話はしてるから。今って言ったんで、結構これがちょっと、いや、わからん。あ、もう修正してきた。だから好きな食べ物はで、俺がわからへんって言ったから。わからない。今好きな食べ物はって聞くの大事。束縛状況は。なるほど。僕の中のリトル花も消えてきます。じゃあ、みさちゃんオープン。はい、ヒロカ。はい、ヒロカね。今ちょうど見てます。はい、今見てます。はい、じゃあキムデン。はい、ゴールデンカムイ。僕はカイジです。おお、カイジ。カイジ取った日が12月3日でしょ。ひふみやから。これ以外ないっす。これつけなくてすごいな。ということで、回答はこちらです。今一番好きなアニメは？それはやっぱ決められない。強いて言うならヒーローアカデミー。おお、今見てるアニメね。いや、違う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 。確かに、じゃあ 0.5 やわ。完璧な回答は答えられない。答えられないか。完璧な。いや、もうずっと、じゃあ俺がそっち方面書くわ。ずっとそっち方面書くわ。だから傾向と対策なんだ。はいはいはい。次の問題。よく口ずさむ偉人は？なんだよ。だからさ、なんだよ、その質問。花さんって偉人の範囲広すぎるから。いや、そうそう、だってさ、俺らこの前やってたやん、偉人大富豪みたいなさ。あの子にだって山田勝己とか
俺言う いけんだよ俺本当にいけるでも私もこの人しかちょっと思いつかへん俺もこの人しか思いつかへん実は僕もあれしてないなんでじゃあ美沙ちゃんオープン山田さん大好きひかりさんああそういうことねああそういうことねどうなんよ、またでもこの企画においては多分言ってないじゃあキムデンどうぞ、はい、せーの、はい、俺自信ありますアンドリー・ワイズああなるほど芥川龍之介なあデンガーさんだったら滝沢バキンか王将平八郎みたいなああそうなんですけどあの10連射いくな10連射いくで、回答こちらですよく口ずさむ偉人は2個あるんですけど2個ある十返舎一句か惜しい与謝野晶子惜しい惜しい惜しいおいおいおい惜しいよく言ってるのは十返舎一択やなっていう意味ででも与謝野晶子って言って君死に頼もうことなかれを待ってるお前を見たことある回答前に我々彼が口から10ページ1個出ました出たなすごいこれはちょっと評価していただきたいまあ 0.5 上げるからよしよし、 よし続きまして今挑戦してみたいことはこれなんて言ったかな要はさこれ真面目路線とさ、はい、おふざけ路線があるやん、はいはいはい、この回答って、はい、どっちか聞いちゃうやな僕はでも今真面目路線ああなるほどねはいはいオッケー花尾さん的には真面目でも俺らから見たら何それみたいなあーあーまあ全然ねその回りやの俺10年やってきてるその回り10年やってきてるメスさんどうぞはいアイガーに登る何アイガーって死亡率がめちゃくちゃ高いと言われてる山ああはい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 PCT 感想いやでもそれはダメそれはダメじゃあキムネはいせーの、はいはい、俺はなんかミサさんと一緒じゃん死の山死の山に登りたい僕はマラソンですあーおー2人です一緒やんすごいないや聞いたことある俺もよく分かってない死の山に登るみたいなサバイバルで生きるみたいなこれは今の目標としては正しいんじゃないかっていうそれでは回答こちらです今挑戦してみたいことはフルマラソンあーよっしゃよしよくやったよくやったすごいこれなんでかっていうと今なのよな、ね、これは今じゃないのチャレンジ費用としてはまだ低いってなんかそれで死んだっていう報告受けたら俺どうしたらだからそうそうそうだからそうそれ嫌やから、うん、当然ですそれはまずい点数の比率に応じて花輪の24時間取り合うっていうああるよはいはい次行こうはいワンピースで好きなセリフはうわむずいってこれドレスローザ編ですちょきつドレスローザ編かドレスローザは知ってたよ俺もうセリフ出てこんねんけど出てやろうなるほどこれはでもセリフ出てこんなちょっとですよなはいできたはいじゃあ行きましょうよー、はい、こっちだって立場注文があるんですよフジトラ的ながらもルフィが好きって言ってくれてそんな好きなのなんならで、ね、よく覚えてるだからなの敵がじゃあキムネチーム、はい、どうぞはい、はい、僕はドフラミンゴのセリフで俺のサングラスレイバンなんだ大喜利きたな大喜利きたなそう思うわけですよ大喜利として弱いやつは死に方も選べねえおーやったそれは最初に言ったのはトラファルガーローなんですけども本当にドフラミンゴも同じこと言ってて、まあ、そこになんか関係性あるんやなっていうなるほどおーよく覚えてたなよく2人はすごいお前にかけるわ俺すごいぞこれ以外にももう一個あってこの目潰さなかったらよかったなまだやってる2個回答して手の取りに行くシステムいやいや一応言っとこうと思って、はいはい、じゃあ俺らも言っとくそれでは回答こちらですワンピースで好きなセリフはこの目閉じなきゃよかったなこれだけで書いてなかったからこれは認められません一つだけ言うと目に注目した一つだけ言うと目に注目した回答してます続きまして花田セキサーの男性メンバーでもし結婚するなら誰あこれ絶対多分 俺ではないよでもお前って可能性もあるでいやーあるないお前って可能性あるんであるってのがやっぱ言い回しいや分かるそのほんまは別の人書きたいんですけど、うん、それでその僕だった場合にちょっとなんかいやマジきついよなそれ、はい、でもそれ書いてもマジなかった時もあるそうなんですなかった時にあれなんですよねじゃあ皆さんオープンはいキムついてきてくれてたからキムさんはうーん間違いないじゃあ
はい、はい、水星堂で、はい、これルントーです。キムさんです。おー、よし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 。じゃあルントーって書いたのはどういう意図？え、こいつは無意識のうちにデブを求めている。お前の代わりだ。俺の代わり。お前の代わりよ。あの無意識のうちに自分それ、俺結婚相手ではないよ。お前って結婚したりもやった。あと橋剣ってのハシケンさん、ハシケンさんどっからでもありますか？どっからでもある、どっからでもある。それでは回答こちらです。ハナディン関沢の男性メンバーでもし結婚するなら誰？まあ、我がかな、でも。あー、2択で迷ったよ。いや、いやもちろん方向性一緒でも、これからの俺の地球を遊ぶっていうのを考えたときに、うん、アクティブ的な面を考えると、我がの方が機動タイプや。いやそうや。で、次、はい、続いて女性のタイプは、あー、もうこれはあのミサさんが怒ること書けばいいわけね。じゃあ書くやろ。なんで？書くやろ。もう書き終わってるもんね、だって。あ、そうやで。だからこれだから、もう自分で自分だと思う。自分のいいところを書いたと。でもあの言ってくれてたから、それとも好きやね。ああ、なるほどね。で、これじゃなかったらショックやな。みさちゃんオープン。はい、包容力のある人。我こそは、我こそは言ってたからな。確かに、ピカイチっすよね。ナンバーワンこちらです。はい、ちょっと年下系で、美人系よりも可愛い系でし、重森里美みたいな。でもおい、言ってたやつやな。いや、昔じゃないよ、今もです。今もです。え、私年下か。ありがとう。ああ、そういう考え方もある。皆さんちょっと怖いね。冗談でやってんねんからさ。ちょっと、え、お前は、お前行きすぎやろ。今の系でクラスであんまり出ない子で、守りたくない感じで、そんなしてるんだけども。実はしっかり持つ。それはめっちゃ言ってる。ああ、これはマジで。はい、ということで、回答こちらです。すべてを受け入れてくれる包容力がある人。やったー。変わってしまったか。変わってしまったか。変わってしまったか。普通に俺の好みは確かに年下で。やのに、ミサさんに最終的に行き着くっていうのはやっぱちょっと変化よ、これは。いや、そう、変化やっぱ。花尾さんもやっぱ、ミサさんに行き着くようになってまったか。ちょっと待って。私がそんなおばさんって言いたいの？あー、違う。それを上回るプラスがあるから結婚してんねんで。なんで俺がこんなフォローせなあかんの？ミサさん、ガチで怒らんのって、これ遊びないからさ。続きまして、自分を一言で表すと、これはね、当ててください。なるほど。そうでしょ。いや、俺は一番最初にこれが出てきたで。いや、私もだ。いや、僕もね、最初にこれが出てきましたよ。みさちゃん、オープン。はい、友人。はい、これじゃあ、キムネ。はい、私たちは、どう？自由です。俺は一言では言えなさい。出たー。よしよしよし。俺、みさがマークしてるから、お前そんなにそうですよ。バッターマークしてる。はい、ということで回答こちらです。自分を一言で表すと、まあ、生き物。はい、生き物です。あ、惜しい。まあ、当てれたな。いや、当てれた、これ当てれた、これ当てれた。最終問題です。はい、 YouTube 歴8年の中で一番キレた事件は？あんまりないんやね、花尾が切れるって。そうですね。俺はでもあんま切れられた記憶ないけどな、ほとんど。まあ、今日僕ら怒られる。僕ら怒られる。なんかやって。いや、俺キレキレには怒ったことは、まあ何回かあるよね。キムには俺も怒ったことある気がする。キムにはみんな怒ってない。あいつにちょっと。じゃあ、メアちゃんオープン。マック事件。ヨドバシの店員さんかな。アイマックのやつ。アイマックのやつ。それだいぶ前じゃない。じゃあ、キムデンさん。はい。こちら。車が貸した時に車の中のゴミがそのまま残されてた。あー、これ後輩ら小麦粉。言ってた小麦粉。あれ怒ったね。ここがなんか小麦粉。それでは回答こちらです。 YouTube 歴8年の中で一番キレた事件は？これいっぱいあるけどな、多分。あの、僕のそのアルファードをセキサーメンバーに貸して、車がめちゃくちゃ汚い状態で帰ってできた時。よっしゃー。よし。この1年を考えるとダントツあれかな。これや。LINE ではまず、お前だってほんま社会性ないよなみたいな。だからとんでもない。ブチ切れちゃうの。ブチ切れるから。ブチ切れるから。タッツーが、花尾さん大丈夫ですよね。電話かけて
てきてくださいそれ俺の役目ないけどな。そうなんですよ。まあこれでなんと同点です。はい、ほんまや。でもミサさんええの、俺らと引き分けで。え、まあ、俺からしたら勝ってほしいわけ。引き継ぎ、引き継ぎやから引き継ぎのね、はい、問題はですね、あんねん、なんか、あ、はい、まだある。はい、全然ある。じゃあもう一問だけやろう。オッケー。これやってみて分かったけど、意外と嫁弱いっていう。いや、そう嫁弱いっていうか、花輪さんが当てすぎなんですよ。確かに、俺のやつ回は、花輪は俺がもうすごすぎた。そう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 。はい、ということで、追加問題。好きな英文は？は？あー、3人とも一緒なんじゃない？まあそう、3人ともやったら勝ちすもんね。確かに3人とも一緒なら勝ちやな、確かに俺らの。はい、じゃあ3人一斉にじゃあいく。はい、はい、じゃあいきます。回答オープン、せーの、ドン。バライドンハブはカーナー。一緒です、一緒です。なんでこれが好きなのかは未だに分かってない。はい、ということで回答こちらです。好きな英文は？あー、バライドンハブカーナー。ありがとうございます。